人はなぜここまで批判されながらもみんな首相をやりたいのでしょうか。褒められたいんじゃない？まあ、安倍首相の場合はその憲法を変えて歴史に名前を残したいみたいなのがあるっぽいですけど、まあでもね、多分辞めた後すげえバッシングされると思うんだよね。今そのメディアって一応その安倍首相にある程度忖度してあんまり叩かないようにしてるんですけど、辞めた後めちゃくちゃ叩かれると思うんだよね。結局その公文書改ざんとかがあって、でその自殺した人が出てきたりとか、あとそのなんか自分や妻が関わってたら国会議員って言ってて、でその妻がそこのなんか学校の名誉校長になってて資料にも名前が書いてあるみたいなどう見てもお前関わってんじゃんみたいな証拠があるんだけど、でも一応なんかそこはなかったことになっちゃってたりとか、あとなんかそのなんかホテルオークラでなんか普通だったら絶対5000円じゃ寿司食えないよねっていうところが5000円でなぜか食えちゃって、でそのホテルが準備してこうホテルにお金を払ってるとっていうので、そのなんかホテルが一人一人に領収書を出してますって言ってるんだけど、その領収書は誰一人見たことがないで熱心な支持者ですらその領収書を持ってないっていう、なんかなんだっけ、数百人に領収書配ったらしいんだけど誰一人領収書持ってないんだよね。で ANA ホテルはそんなもの配ってないって言ってるとか、まあ、いろんな矛盾がすでにあるんだけど、でもまあ成立してるんじゃないですか。でこれもその経済的には、まあ、安倍首相に忖度した方がいいよねっていうのが現段階で、でも安倍首相が権力がなくなった時に、じゃああの時代は何だったんだろうっていうふうに振り返った時に必ず言われることなんですよ。でそうなるといや10年後の人たちってなんかこいつひどいことをした首相だよねっていうふうにしかならないんですよねだって公文書改ざん命令しちゃったわけじゃないですか。自分の妻がその学校の名誉校長をやってて、でその公文書の中にもその自分の妻の名前がいっぱい出てくるわけですよ。でそれをガンガン黒塗りしたりとか日付変えたりとか文書改ざんして、でその文書改ざんするのが嫌だって言って自殺した人までいますと。っていうそれ見てさ、じゃあ誰が悪いのって言ったらそれは安倍首相が悪いじゃんって10年後の人はなると思うんですよ。で今の人は要はじゃあ今の政治家自民党がなんで安倍さんをフォローするかっていうと、安倍さんを持ち上げる方がメリットがあるからなんですよ。要はその自民党の中で利権が回ってくるとかね。じゃあその麻生さんがじゃあなんで安倍さんを持ち上げるかっていうと、麻生さんが言ったことには必ず安倍さん従ってくれるから、要は麻生さんは自分が矢面に立たないで自分のやりたいことができるんですよ。なので自民党としては安倍さんをどんどん押し上げると。でも安倍さんの権力がなくなって、安倍さんひどいんじゃないってなった時って、安倍さんを叩く側に回った方が得だよねってなっちゃうのよ。要は利害で応援してる人っていうのは利害がひっくり返った時は今度叩く側になるんですよ。なので今はいいけど、本当にだからね、歴史の教科書に載った時は安倍さんをめちゃくちゃ叩かれる側になる気がしてて、なんかちょっとかわいそうだなっていう気もするんだよね。要はじゃあ解散の事件もさ、安倍さんが悪いのかっていうと安倍さんの奥さんが悪いんだよね。安倍さんが名誉校長してたらそれは安倍さんが悪いよってなるんだけどさ、安倍さんの奥さんさやっぱりやらかすじゃんなんか花見とかしてみたりさ、だから基本奥さんがやらかしたことを安倍さんが謝るっていうパターンが多いし。でじゃあ今回広島でなんか1億円かなんか自民党からもらって贈賄で捕まってる政治家の人が夫婦が2人いるんだけど、じゃああれもさ安倍さんがお金もらったわけじゃないじゃん。要はで安倍さんのなんかさ女性の閣僚とか作ってそこでなんか失言とかで辞めた人とかもいるんだけどさ、それもやっぱりさ安倍さんが悪いんじゃなくて安倍さんが選んだ人が悪いわけじゃん。だから安倍さんが何か悪いことをしたのかっていうと実はそうではなくて安倍さんの周りがアホなのよ。で安倍さんの周りがアホなせいで安倍さんの周りがやらかして、で安倍さんがなんとかなんか取り繕うっていうのでひたすら人の中でケツ拭いて回ってんだよね安倍さんって。でじゃあ安倍さんがなんでそんなことしてるか、メリットは何なのっていうと今のとこそんなにないんですよ。安倍さんのメリットは別にさ、お金はほら奥さんが超絶持ってるから、じゃあなんか日本の首相を続けてなんか年収3000万円続けたいとかっていうわけでもないじゃないですか。だからなんかね、安倍さんだからちょっと僕かわいそうだなっていう点もあるんですよ。まあ、ただそういう状況を生み出したのは安倍さんだから本人自身の問題ではあるし本人の責任だよねっていう部分もあるんだけど、でもやっぱりなんか中間管理職的な悲哀が見えてしまって、なんかみんなが幸せになるために奔走していて自分の幸せをそこまで追求してないんだけど周りのやつがクソすぎて安倍さんがなんかひどいことをしてる風にしか見えないっていう。だからね、笑い事じゃないんですけど、はい。